皆様こんにちは。こんにちは。鈴木孝夫と中本直美です。本日も、レッスン動画を配信していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はですね、ワルツにおけるナチュラルターン、オーバーターニングロックを解説していきたいと思います。本日はですね、解説の中心としてローテーションについて解説していきます。よく大きな問題としてですね、腕で回しちゃいけないとか、注意されたりですね、今度は、ローテーション、あの回す回転が足りないとかですね、そういう問題が多々見受けられると思います。そのあたりを本日解説していきたいと思います。またですね、おすすめのエクササイズも、紹介しておりますので、ぜひぜひ皆さん参考にして、エクササイズ、そしてですね、ダンスの上達につなげてみてください。それでは本日も頑張ってまいりましょう。それではまず踊ってみます。それではステップの解説をしていきます。本日はですね、ローテーションと言われるこの体のね、絞りというか使い方を学んでいきましょう。その前にですね、ポジションがありますね。ポジションについて皆さんもう一度確認してみたいと思います。ポジションは、クローズドポジション、プロムナードポジション、あとはセイントポジション、あとレフトサイドポジション、いろいろあると思いますけど、クローズポジションの認識を皆さんね、確認してみたいと思います。本日ね、行っているあのナチュラルターンからですね、オーバーターニングロック 2PP って言ってですね、まあ最後は PP になるんですけど、 PP になるまでのポジションは皆さん何でしょうか。亀先生、ポジションは何でしょうか。クローズドポジションですね。ですね、皆さんご存知クローズドポジションですね。その通りです。ただそのクローズドポジションの認識を、もう一度確認してみたいと思います。ですね、クローズポジションっていうのはプロムナードポジション、あ、後からまた説明しますけど、プロムナードポジションと、カウンターのプロムナードポジション CPP というわけですね。プロムナードポジションとプロムナードポジションとカウンタープロムナードポジションですね。ここまでの間をクローズドポジションと呼ぶことにします。それなので認識としては最初ね、右と右ってよく言われますけど、ここからこうプロムナードポジションのちょっと手前まで、カウンタープロムナードポジションのちょっと手前まで、ここまでを全部クローズドポジションと呼ぶことにしましょう。ということはですね、本日行っているナチュラルターン、まあプレパレーションから含めてですね、ナチュラルターン、オーバーターニングロックにおいてかなりこうこのコンタクトというかですね、変化してもいいですよっていう認識で踊ってみたいと思います。プレパレーションからナチュラルターン、オーバーターニングロックをですね、ステップをしないでボディの動きに注目して解説していきたいと思います。やってみます。まずね、クローズドポジションで組みますね。ここからプレパレーションが起こるときにですね、このカウンタープロムナードのところギリギリまでボディを使いたいです。なぜかというと、その後のナチュラルターンをこうよりこうダイナミックに踊りたいからですね。これも全てクローズドポジションです。ナチュラルターンが終わってですね、こうなっていくわけですね。ここからオーバーターニングロック、ワン、2、3で最後ターニングロックの後、最後がプロムナードポジション。このようにコンタクトが変化していきます。
それではエクササイズの方に参ります。やってみましょう。マットの上でですね、余力がある方はこの状態で体をひねります。はい、そうですね。左肩によっては足の方までこう足のまあシューズというか足まで、ターンさせる方法があるんですけど、今回の狙いはですね、足の向きと腕の向きを変えないということですので、こういうことです。やり方によっては顔の向きも一緒に変えても効果的だと思います。そうですね。それでは、2回やってみましょう。いきます。せーの、はい、結構です。ではですね、引き続きですね、やっていきましょう。ダンスは意外ですね、こうやってですね、片足で立つことがありますよね。それなので、この状態で左右5回ずつやってます。さあ、皆さん、いきましょう。せーの、1、2、3、4、5。はい、横行きます。1、2、3、4、5。はい、横です。皆様、動画の方いかがだったでしょうか。本日はですね、ポジション、クローズドポジションの認識を、解説させていただきました。その間にですね、ローテーションというのがとても大切になってきますということです。ぜひね、エクササイズとまたですね、練習に活かしていただきますと、幸いです。それではまた皆様お会いしましょう。